アントニヌスピウス、ティトゥスフルイウス、アエリウスハドリアヌスアントニヌスアウグストゥスピウス、八十六年九月十九日から百六十一年三月七日は、第十五代ローマ皇帝で、ネルーアントニヌス朝の第四代皇帝。彼は、アウレリウス氏族の出身者として、最初の皇帝であり、また皇妃大ファウスティナを通じて、ネルーアントニヌス朝と、外籍関係を持っていた。 妻のおいであるマルクス・アウレリウスと娘のシ将、ファウスティナを結婚させた上で、アウレリウスを後継者とし、娘とおいの間に生まれた孫コンモデュスにまで三代に、渡る家族間での定位継承の基盤を削った。こうした点から一部の歴史学者は、王朝の支配権がトライアノスの王党から外籍であるアントニヌスの一族へと移動したとみなし、祖父アントニヌスから孫コンモデスまでの三代を、 アントニヌス朝を別称している。アントニヌスピウス、アントニネスパイアス、慈悲深きアントニヌスの名で知られるが、これは、先帝ハドリアヌスが元老院から憎まれていたにも、かかわらず、神として祀るように奔走したことが美談として受け取られたことに由来する。しかし、ローマ皇帝群像は、ハドリアヌス帝によって処刑されることになっていた、人々を救ったためであると主張している。 西暦八十六年九月十九日、失政関係権を持つ元老院議員とアリア・ファディラの一人息子としてラビニウムに生まれる。父の故郷は南ガリアの植民地、コローニア・ネマウザの出身で、同地はガリア遠征時にローマ人の退役兵が入植した歴史を持つ古い植民地である。父は祖父と共に早くに亡くなってしまい、母方の祖父に引き取られて養育され、 祖父の親友は、博物史の著者であるダイプリニウスであった。また母は後に、別の貴族の男性と再婚して二人の娘を設け、イフイモートを持つことになった。フルイウスケ、アントニヌスケと二つの家督と財産を受け継いだことは、アントニヌスにとって大きな利点となった。百十一年、宮殿や元老院に出入りする様になったアントニヌスは、財務官。 クアエストルに任命されて、元老院議席を得た。続く百十七年には、法務官に助任され、上流貴族としての立場を着々と継承していった。この間となる百十年から百十五年頃には、私生活でも当時の王朝である、ネルーアントニノス朝の一員であった大、ファウスティナと結婚している。彼女の父は、失生官であり、母ルピリア・ファウスティナは、トライアヌス帝の王名にして、 ハドリアヌステイのコーヒウィビア・サビナのいとこであった。第、ファウスティナとの結婚は、政略ではなく自由恋愛であったと言われ、仲むまじい夫婦であった。あとに、第、ファウスティナが皇帝時代の141年に死ぬと非常に落胆し、元老院の許可を得て妻を女神として神殿に、祀ったり、妻を描いた金貨や名を冠した、孤児院を建設したりしたと伝えられる。 両者の間には四人の子供が生まれたが、長男と次男には先立たれた。西暦百二十年、ハドリアヌステ時代に、失政官に助任され、皇帝の側近としての立場を強めていく。アントニノスは、ハドリアヌステイより、イタリア本土における長官の一人に指名され、続いて百三十四年には、アシア総督として活躍指名性を高めた。同性愛者で、後継のいなかった。 ハドリアヌス帝は長愛していた獣神、ルキウザアエリウスを後継者に予定していたと言われている。だがアエリウスが謎の急死を遂げると予定を変更し、138年2月25日にアントニヌスとその子息を後継者に指名した。しかしアントニヌスも息子に先立たれると、老いであるマルクス・アウレリウスとアエリウスの息子、ルキウス・ウェルスを後継者にすることを遺言される。 西暦百138年7月10日、ハドリアヌス帝が病没するとアントニヌスは、皇帝インペラトル、カエサルティトスアイリウスハドリアヌスアントニヌスアウグストス、ポンティフェクスマシムス、インペラートル、シーザーテトスアイリースハドリアヌスワントイネス、オーガスタスポンテフェクスマキシマスとして、即位を宣言した。帝継賞から真っ先にアントニヌス帝が言ったのは、 先帝ハドリアヌスを歴代皇帝と同じく神に祀ることであった。この提案はハドリアヌス帝と対立していた元老院に反対されたが、アントニヌス帝は懸命に元老院を説得することに努めて、ついに元老院を解き伏せた。この行動は主君に対する献身であると称賛され、元老院はハドリアヌス帝を神に祀るのと合わせて、彼にアンニヌス、ピウス、 慈悲深きアントニノスの称号を与えた。他に晩年のハドリアヌス帝を献身的に支えたことも理由に含められた。そしてハドリアヌス帝の路線をできる限り継承することを望み、残された選定時代に予定された事業の完成を急いだ。一方、帝国軍とは一貫して距離を置くことを試行したことで知られている。アントニノス帝の二十年以上にわたる知性で大規模な 軍事遠征が行われた記録は一切残っておらず、軍に対する命令や記録もわずかである。現代における古代ローマ史の研究史、ザ・ジャーナル・オブ・ローマン・スタディーズは、二十三は23年の知性において、アントニヌス帝は軍団に対して命令や指揮は愚か、根拠地の500マイル以内に近づいた経験すらなかった、と評している。同時にそれは、彼の知性が全規定性。 プリンキパトゥスの中で最も平穏を維持した証でもある戦闘が起きなかったというわけではなくブリタニアやマウレタニアで小規模な動乱があったが重大な事件とは誰も受け取っていなかったただしブリタニアについては139年に新しい属州総督を指名する積極策を用いている彼はスコットランド南部にまで軍を進出させてクライド湾から ホース湾にかけてアントニヌスの頂上をだけした。だがこの城壁戦は明確でない理由によって後に放棄された。他に、ダキア・インフェリオルでの動乱は兵士の増員を必要とさせ、またウエゲルマニア総督、カイウス・ポプリウス・カルスによって拡張が行われた。こうした動乱の最中でもアントニヌステがイタリア本土を離れたことは一度としてなく、 歴代皇帝の中でも得意な知性であった。属州での問題はすべてそれぞれの属州総督に一任され、彼らは責務の見返りとしてより強い統治権を与えられた。アントニノス帝は宮殿から総督たちを統制する間接的な支配体制を作り上げ、皇帝の宮殿在住と広大化した帝国支配の両立を満たしたこの方は後世において踏襲されることになる。 アントニヌステイは、学問や芸術、文化の保護に熱心で多くの劇場や神殿を建設し、学者たちの報酬を引き上げさせた。また、アントニヌステイは、ユダヤ教のラビ、被災で巧妙な神学者であった、イエフハンナーシーの友人であり、彼が、生涯の目標とした教典の編纂を、帝国皇帝として講演した。アントニヌステイは宮殿に、 イェフーダを招いて彼と問答を行ったという。アントニヌス帝時代の記録は乏しい部分があり、23年間という長期間の知性に対して大規模な公共建築も残さなかった。だがその代わりに帝国の法体系、ローマ法や行政制度の改革に熱意を中だ。彼は革命的というほどではないものの、それまでのローマ法に重大な修正を加えようとした。 帝国がラテン人を外する国家としてだけでなく、もっと多様な人々を救護する多文化、多民族の国に転身する必要を強く感じ、アントニヌス帝は市民権や奴隷制に関する大胆な改革を志した。この一大事業はアントニヌス帝が選抜した五人の法律の専門家による諮問機関を伴って行われた。法律に関する論文を後世に残したフルイウス。 アブルニュース、ワレンス、フルビザバーニアス・バレンス、オイデアル・ミコ、マルクス・アウレリウスの法律教師で、遺産管理人でもあったウォルシウス・マイキアヌス、ベルーシアス・ミーシャネス、法律書の著名な実筆者として知られていたウルピウス、マルケルス、ウルピース・マルケルス、他に記録が散逸している2名の法学者が、ローマ法の改革に参加していた。改革の内容は、訂正末期から、 東ローマ時代に多大な影響を与える同時代の法律教師、ガイウスの教本、法律概要、インスティトゥーツ・オブ・ガイウスにより知ることができる。法改革によって、奴隷の市民権獲得に関する必要条件が緩和され、狭き門であった、解放奴隷への道が大きく開かれた。また、衛兵によって拘束された人間をまず罪人で、あることを前提に扱う慣習を廃止し、 容疑者と罪人の立場を明確に分離した。取調べにおける拷問の使用についても新たな制度を設け、14歳以下の市民権保持者に対する拷問は特例を除いて違法とした。西暦148年、アントニヌステの治世における象徴的な出来事が900年目となるローマ圏国祭の記念行事であった。アントニヌステは盛大な記念式典と競技大会を 開催し、ロムルス王の時代から900年の繁栄が続いたことを祝った。皇帝主催の大会は、大いに彼の名声を高めたが、資金捻出のために、デナリウス銀貨の銀含有料を89%から83.5%に切り下げねばならなくなった。西暦161年、アントニノス帝は、ロリウム市に滞在しているところで熱病を患い、2ヶ月間に、 わたる治療の開く三月七日に病没した。その治世は、アウグストステー、四十年とティベリウステー、十三年によ二ヶ月、短いのみという三番目の長期間であった。彼の遺外は、老いのアウレリウスらによって弔われ、遺骸は、ハドリアノス病に葬られた。同時に、カンプス、マルティウスに行をた,たいた神殿が建設され、皇妃であった大ファウスティナの神殿も、 アントニヌス・ファウスティナ神殿と解消された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。